2019明治安田生命 J3 リーグ第27節カターレ富山対セレッソ大阪 U23 の一戦をお届けしてまいります。会場は富山市にあります富山県総合運動公園陸上競技場です。さて、先日の台風19号では多くの尊い人命が失われました。亡くなられた方のご冥福と被災地の復興を願って黙祷が行われます。カターレ富山スタメン予想フォーメーションでご紹介してまいります。セレッソ大阪 U23 スタメン予想フォーメーションです。今日も3バックで予想しています。ここは守って富山、しかしもう一度セレッソ大阪 U23 上げていきます。エリアからシュート放っていった。さあ大谷持ち込んでいく、どうだ、ファウルになりました。 PK、 決めてきました。先制はカターレ富山です。平松が決めて、これで今シーズンの得点は6点目ということになります。林田通り、グラウンダーのパス右へ、エリアの中には2人入っていく、中にボールが入る、エリアの中にあるぞ、シュート、浅上、大、もう一度前線に送り込んだ、花井、エリアの外から打つ、ラックから外れていました。代わって入った稲葉、ボールに向かっていきましたが、ボールはセレッソ大阪 U23 です。ここはうまくつながっていく形になる。さあ中にボールが入った、きっちりとヒットしきれなかったかというところです。中島、さあ花井、パスをつないだ、もう一度花井シュート、セレッソの選手に当たってゴールライン割りました。コーナーキックです。薄いがペナルティーエリアの中に入りました。富山、佐々木一輝が蹴る、エリアの中に入れる、キーパーも出てくる、こぼれたところ、守った守った、ここはいい形で裏抜けた、大谷、どうだ、決まった、佐々木一輝、やっぱり持ってます。2点目入りました、カターレ富山。ここにいました佐々木一輝、大谷からのボール、佐々木一輝
また行きます。2点目のゴールを叩き出した。さあ今度は大谷、ホーム戦に限って言えばこれで5試合連続になります。3点目が入りました。カターレ先ほどは大谷から佐々木一輝、今度は佐々木一輝から大谷、ここは稲葉戻して花井です。今ボールを保持している状態、主審が時計を見て長い笛を吹きました。3対0、カターレ富山佐々木一輝の復活ゴールもありました。今日もまた2点以上挙げたゲーム、勝利を収めましたカターレ富山です。